はい、こんにちは、勝又博物館です。ということで今日はですね、お話動画なんですけども、先日ですねジョーブログさんということを皆さんご存知でしょうか。まあちょっといろいろとね、最近だと、問題になった動画とかありましたけども、ミリオン超えの登録者、ミリオン超えのジョーブログさんと、あのボクシング元世界3階級王者の亀田興毅さんと、なんとコラボというかね、動画を撮らせていただくことがありまして、まあそれはね、なぜかというと、ジョーブログさんの動画見ていただければわかると思うんですが、下のね動画の概要欄にリンク貼っておきますけども、勝又というね、僕はサブチャンネルやってます。で、今メインチャンネルが約30万人と、サブチャンネル10万人の登録者の、皆さんにね、こう支えていただいて、非常に多くの方に見ていただいてありがとうございますって感じなんですけども、まさかのその亀田興毅さんの息子が3兄弟で、上2人がその勝又を大好きで、もう家でずっと見てるみたいな。でも誕生日だからなんかしてやりたいと、まあお父さん思いですね、興毅さんは。お父さん思いじゃない、子供思いですね。子供思いないいお父さんですね、本当に。で、それでまあやっぱね、 YouTube といったら亀田興毅さんはジョーブログさんと仲いいので、1000万企画の件からね、皆さんも知ってると思いますけど、アベマのあれから多分こう交流がありまして、多分いろいろこうやっぱ YouTube といえばジョーブログみたいな感じで、興毅さんはこう頼って、そしてなんとかして僕に会えないかということで、でまあそんな感じでジョーブログさんからいきなり僕の方に Twitter でリプが飛んできまして、おーマジか、本人だみたいな。で DM でやり取りしましてみたいな。で本当にまあ会いましてみたいな。もうびっくりですよ本当にまあやっぱ YouTube をやっていてそうなれたんだなって。まあ普通じゃね、そんななんかこうつながれるっていうことはないと思うので、やっぱこうこのね動画を見ている皆さんからすると、まあそもそもね、そもそも多分俺も実際にいるのかどうか怪しいし、まあいますけど普通に、なんかこうね、やっぱこう画面の中の人みたいなこうイメージがすごいじゃないですか。であんな亀田さんなんてずっともう昔からね、いろいろこう派手なパフォーマンスとか、いろいろ本当にでもね、刀剣でやっつけてきたりとか、こういろいろ倒してきたりとか、いろいろメディアにも取り上げられてきて、あんなにこう目立ってきた人なので、僕もね見てましたから、全然こうなんていうのかな、テレビの中の人だと思ってたのに、普通に会ってねいろいろお話もさせていただいて、もう本当にびっくりですよね、光栄ですよね。いやー本当ね、だからね、ありがたいことです本当に。まあそれも一重にね、皆さんこう今見てくださってる視聴者さんのおかげで、まあそういう数字というものもありますし、こういろんなね、こうまあ本当に見てくださってる、もうそれしかない、ありがとうございます、はい、ということで今日はまあお知らせでしたけども、下の動画の概要欄にそのコラボの動画ありますので、ぜひ見てみてください。それではまた明日。